自然界に存在するさまざまな生物の模様、複雑で美しい模様は一体どのように作られているのか。例えばそんなものことから現れる複雑な現象を数学で解明する学科、それが現象数理学科。現象数理学科は自然や社会の複雑な現象をモデル化し、数学と情報技術を駆使して社会の問題解決に生かす学科です。集大成となる卒業研究では、数学だけではなく物理学、化学、生物学、さらには医学の分野から金融や保険、年金、経済や社会現象まで幅広いテーマを扱います。それだけに活躍できるフィールドも広く、卒業後は教員をはじめ金融業、情報サービス業など多方面に進路を開く可能性にあふれています。学科では現象を読み解く、現象を数式にする、数理科学と社会を結ぶという3つの目標を掲げ、数学を多様な分野に活用できる力とセンスを備えた人材を養成します。さまざまな現象を数学で扱うためには、現象を読み解き数式にしなければなりません。そのようなモデリングやコンピュータの基礎を学ぶことで、現象数理学のベースを固めます。モデリングで導き出した数式をコンピュータの中で仮想的に実験するシミュレーションや、結果を可視化する技法を学び、コンピュータを思考の一部として扱える力を養います。金融や保険などのリスクの解析や、生物学や医学、物理学におけるモデリングの手法など、数学と社会をつなぐ知識と柔軟性を養います。複雑な現象の背景にある普遍的な数理構造を学びます。数学の美しさを実感するとともに、現象解明やイノベーションに必要な新しい数学を学びます。現象数理学の最先端の研究に挑戦し、深い専門性と問題解決能力やコミュニケーション能力、企画力を身につけます。ここでちょっと授業を覗き見。これは偏微分方程式とシミュレーションの授業。こういう風になって当たり前だね。むしろしまこの講義では、多くの現象の解明に用いられる偏微分方程式の基礎について学びます。授業ではモデリングで導き出した偏微分方程式のシミュレーションを行います。現象の正体を明らかにするための強力なツールを手に入れることができます。現象数理学科で学ぶ4年間は、1年目は基礎となる数学やコンピュータを中心に教養科目を幅広く学び、2年目はモデリングとシミュレーション技術を学びながら専門分野へとつながる課題を見つけます。3年目は研究室に所属し専門性を高めつつ、4年目は卒業研究で4年間の学びを社会に生かす実践的な力を養います。数学と情報技術を駆使して社会の問題解決に挑む、世界をリードする最先端の教育研究拠点で、あなたの探究心や数学的センスを存分に発揮してください。